北陸本線は、石川県金沢市の金沢駅から、滋賀県米原市の米原駅までを結ぶ、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。本路線の区間表記は、国土交通省監修の鉄道要覧では、金沢、米原とあり、金沢駅を起点、米原駅を終点としているが、JR 西日本が発行しているデータで見る JR 西日本では、北陸線、米原、金沢キロほど 176.6 との記載であり、市販の時刻表などでも、北陸本線下り米原金沢、北陸本線上り金沢米原と記載されている。ほか、距離を示すキロポストも米原起点である。よって、本項でも、時刻表などの記載に倣い区間表記順を、米原駅金沢駅とし、上下方向も、米原駅金沢駅を降り、金沢駅米原駅を上りとして記述する。北陸本線は、北陸地方の石川県金沢市の金沢駅、福井県を経由して、滋賀県湖北地区の米原市に至る路線であり、金沢駅では、IR 石川鉄道線に、米原駅では、東海道本線に接続している。2015年3月13日までは、新潟県上越市、直江津駅までの路線であったが、同年3月14日の北陸新幹線、金沢延伸開業に伴い、並行在来線となる、金沢駅、直江津駅間が、JR 西日本から経営分離され、石川県部分は、IR 石川鉄道、富山県部分は、愛の風と山鉄道、新潟県部分は、越後ときめき鉄道と、それぞれ、各県ごとに設立された第三セクター鉄道会社に移管された。なお、北陸新幹線は九州新幹線と同じく JR 線路名称広告における独立した路線として扱われており、北陸本線の増設線ではない。このほか、日本貨物鉄道が第一種鉄道事業者として線路を保有していた敦賀港線とも通称される。敦賀駅敦賀港駅間 2.7km の貨物支線があったが、2016年4月1日に休止され、2019年4月1日に廃止された。東日本旅客鉄道の信越本線、羽越本線、奥羽本線とともに、日本海に沿って、近畿と北陸、東北を結ぶ日本海縦貫線の一部を構成している。京阪神、名古屋の、各都市圏から直通の特急列車が数多く運転され、JR 貨物による貨物列車の往来も多い。全線電化完成後は直流電化と交流電化に電化方式が分かれており、このためあたり路線を走行する電車や機関車は両方の電源に対応した高直流車両が用いられている。しかし米原川では国鉄分割民営化後に直流電化の区間が延伸され、現在では、京阪神地区の東海道本線や湖西線を走る直流電車が敦賀駅まで乗り入れるようになった。また、JR 西日本の管轄する在来線では、北陸本線が唯一の交流電化路線である。JR 西日本発足後、米原駅長浜駅間は、東海道本線の米原駅京都駅間とともに、琵琶湖線の愛称が付けられ、1999年より、米原駅近江市四ツ駅間が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、大阪近郊区間に編入された。また、米原駅金沢駅間の全線が、IC 乗車カード、移行化エリアに含まれている。2024年春に予定される、北陸新幹線の敦賀駅までの延伸開業に、合わせて、並行在来線にあたる敦賀駅金沢駅間は、JR 西日本から経営分離され、金沢駅福井県堺間は、IR 石川鉄道が、石川県堺敦賀駅間は2019年8月に設立された、福井県並行在来線準備株式会社が引き継ぐ予定である。また、両社の境界駅は、大正寺駅となる予定である。これに伴い、博多南線を除いて、JR 西日本が管轄する電化されている在来線は、すべての路線が直流電化となる。また、北陸本線は 45.9km の路線となり、日高本線に次いで JR 線で2番目に短い本線となる。第3セクターに経営分離された区間の距離も全国で最も長い路線となる。本路線は国鉄時代に制定された日本国有鉄道線路名称では米原駅が起点、直江津駅が終点であったが、1987年4月1日からの国鉄分割民営化により、本路線を JR 西日本が承継した際に、直江津駅が起点、米原駅が終点と、国鉄時代とは起点駅、終点駅が逆になった。これは民営化当時の運輸省に提出された事業基本計画によるもので、そこには直江津から米原まで及び敦賀から分岐して敦賀港までと記載されている。ただし、前出のデータで見る JR 西日本や JR 各社が公示している JR 線路名称広告では、米原駅が起点、金沢駅が終点となっており、また、鉄道趣味誌や書籍は、北陸本線を米原金沢間などと記載しているため、役所の提出書類と一般向けの書籍などでは、起点駅、終点駅の表記が逆になっている現象が起きている。鉄道路線の正式な区間や営業キロなどは、冒頭の鉄道要覧や、前述の事業基本計画の記載をもとにすれば、起点駅は金沢駅、終点は米原駅となる。また、路線名は北陸本線ではなく、北陸線となっている。一方で、市販時刻表などでは、下り北陸本線、米原金沢、上り北陸本線、金沢米原とあり、国鉄時代からの米原駅を起点とする慣例的な路線名、区間の表記を採用している。本節では、間接鉄道として建設された長浜駅、敦賀港駅間からの北陸本線全体の歴史、沿革を、その後の輸送改善策なども含めて記述する。北陸本線旧線が支局トンネル、北陸トンネル、敦賀川高校北陸本線は、全線が間接鉄道として建設された。1882年3月10日に、長浜駅や長瀬駅及び東道口駅、敦賀港駅が開業した。木之本駅敦賀駅間は、当初の計画では塩津経由とされていたが、柳瀬駅経由で敷設された。これは、柳瀬駅今城駅間に連絡線を敷設する意図や、当初、塩津街道沿いの塩津経由であると最急勾配が37パーミルに対し、北国街道沿いの柳瀬駅経由であれば25パーミルとなり、勾配が緩やかで建設上有利となるなどの理由があったため、変更を上申した結果である。柳瀬トンネル掘削工事が難航し、柳瀬駅東道西口駅間は徒歩連絡であったが、1884年4月16日にトンネルが開通し、長浜駅敦賀港駅間が全通した。1889年には、米原駅長浜駅間が開業。1895年に、線路名称が定められた際は、米原駅敦賀駅間は、東海道線の一部とされた。なお、敦賀港が1899年に、国際港として開港するとロシアなど大陸との定期航路に連絡する列車が運行されるようになった。その後、当日の紆余曲折を経て、1957年の近江塩津駅経由の新線への切り替えに伴い、当初の計画通りの路線に落ち着いた。福井、金沢、富山方面への延伸にあたっては、政府の財政難から民間資本による建設が計画されたが、不況で資金が集まらず会社設立まで至らなかったことや、鉄道敷設の仮免除カーフにまでこぎつけたものの、内紛から着工することができなかったため、結局その後、敦賀以北も、間接鉄道として建設することが決定され、1893年に着工された。1896年に、敦賀駅福井駅間が開業し、同年に、北陸線と命名された。この時、敦賀駅今城駅間は、険しい山地を避け海川の杉津駅経由で建設されたが、それでも25パーミルの急勾配と12カ所のトンネル、4カ所のスイッチバックが連続する難所となった。北陸線の盲腸とまで言われた路線ではあるが、その路線風景の美しさは、鉄道唱歌にも歌われたほどである。時の大正天皇が、行幸行脚した際には、杉津駅で、汽車の発車を止めて、しばし眼下に広がる敦賀湾の眺望を堪能したという逸話も残っている。路線はさらに延伸され、1899年には、富山駅まで開業した。当時の富山駅は、神通川の付け替えの計画があったことなどから、1903年に、神通川が付け替えられた後の1908年に、神通川橋梁が完成するまで神通川左岸に、あたる、田刈屋に設けられた。富山駅、直江津駅間は、富山線として建設された。途中、北陸最大の難所と言われる親淵海岸を通る。また、三日市駅白駅間については山側を通って、相本を経由するルートも検討されていたが、勾配の関係等で、木地駅や入善駅を経由する海側にて建設されることになった。1909年の線路名小制定時には、米原駅魚津駅間が北陸本線とされ、その後、糸魚川駅までは北陸本線として開業し、その先の糸魚川駅、直江津駅間は信越線の一部として開業した。1913年に、最後の近江駅糸魚川駅間が開業したことで、米原駅、直江津駅間の全線が北陸本線となった。全通してからは輸送力増大のため、勾配緩和や複線化などの路線改良が課題となった。木之本駅敦賀駅間は、日本初のダイナマイト掘削による柳瀬トンネルなどを含む、鉄道敷設黎明期の旧規格の急勾配区間であり、開業時より、土砂崩落、雪害、線路凍結や安田異常繁殖による車輪空転事故、トンネル内の窒息事故などが頻発していた。中神津区、1928年12月の柳瀬トンネル内の窒息事故を契機に深坂経由の新線を敷設することが決定した。戦争を挟んで工事が一旦中断したものの戦後第一次5カ年計画として1952年に再開。不況により再度中断するもの1957年に、木之本駅敦賀駅間が、近江塩津経由の新線に切り替えられた。この時、同区間の旧線は、柳瀬線として分離される。その後、柳瀬線は、勾配区間用に、エンジン2機搭載したディーゼル車キハ52を投入した、ものの、赤字線から脱することができず、北陸本線並走区間複線化への路盤提供のためもあり、1964年に廃止されている。詳しくは、当該項目を参照。引き続き、第2次5カ年計画として、敦賀駅今城駅間の改良工事に着手。1962年には、全長 13,870 メートルの北陸トンネルが開通し、敦賀駅今城駅間が新線に切り替えられ、杉津駅経由の旧線は無事故を記録したまま、廃止された。現在、木之本駅敦賀駅今城駅間の旧線ルートの大半には、北陸自動車道が通っている。利根、杉津両、パーキングエリアは、かつての駅跡である。この路線変更によりかつての急行停車駅であった、中野郷駅、今城駅近辺は、寂れ、杉津駅が廃止されたことにより、越前海岸に停車する駅が失われた。柳瀬区間及び杉津区間の記録フィルムが2004年に再発見され JR 西日本金沢支社の手で編集、DVD 化されている。旧線区間に残されたトンネルは複数の文化財に登録、または選奨されている。路線改良はこれにとどまらず、勾配緩和を目的とした栗唐峠越えや海岸沿いの断崖に沿って、急曲線の続く、親淵付近や、さらには、フォッサマグナ西縁部にあたり、地盤が脆弱で、地滑りによる、脱線転覆事故が多発していた、浦本駅、直江津駅間など、いずれも長大なトンネルを含む新線に付け替えられ、輸送力や速度向上、輸送障害の減少などが図られた。一方で、風光明媚な海岸線の眺望などの喪失を残念がる年配者の声もある。電化及び複線化も順次進められた。1957年に田村駅敦賀駅間が電化され、1969年には全線の電化、複線化が完成した。田村駅梶屋敷駅間の電化では、交流 60Hz が採用されたが、交流電化としては仙山線に次いで、日本で2番目、60Hz は日本初である。なお、民営化後に新快速など、京阪神方面との直通運転のため1991年9月に、田村駅長浜駅間が直流電化に転換され、2006年9月24日には、長浜駅敦賀駅間が、湖西線の長原駅近江市を津駅間とともに、直流電化に転換された。2015年3月14日には、北陸新幹線の長野駅金沢駅間が開業し、金沢駅、直江津駅間は JR の経営から分離された。同区間の内金沢駅栗原駅間は IR 石川鉄道、栗原駅市振駅間は愛の風と山鉄道、市振駅、直江津駅間は越後ときめき鉄道が運行している。本節では、北陸本線の各区間における輸送改善の歴史、沿革について各区間ごとに記述する。米原駅敦賀駅間の輸送改善本節では、前述のような理由により、旧柳瀬線経由となったが、その後の電化などに伴う、当該区間の輸送改善について説明する。柳瀬線迂回ルートの建設1889年に、米原駅で、東海道本線と接続する形になってから長い間、普通列車もそのほとんどが、米原駅敦賀駅間及びそれ以北の長距離列車で、この区間のローカル需要に合致したものではなかった。昭和初期に、近江鉄道や米原駅長浜駅間のバス路線開通に、対抗するためにガソリンカーキハに5000型と、その後キハに36450型が運転されていた。明治初期に開通した柳瀬トンネルを経由するルートは、勾配が輸送力のボトルネックになっており、その解消のため、木之本駅から引田に、塩津経由の新線が開通し、普通列車を含む北陸線列車は、新線経由となった。旧ルートは、柳瀬線として、気動車列車での運転となったが、後にこの区間は、廃止になった。深坂トンネルを含む、新線区間は田村から、交流電化で開業し、客車で編成された普通列車を、電気機関車が引いていた。米原駅、田村駅間の方は、蒸気機関車、後に、ディーゼル機関車による牽引で、田村駅で、機関車交換を行っていた。古くは、大阪や名古屋方面との直通であった普通列車は、東海道線普通列車の電車化によって、米原駅を始発終着とするようになったが、機関車に引かれる客車の長い編成で運転され、大阪駅や東京に直通する郵便車や荷物車をつなげているものも多かった。また、彦根駅から中野郷駅を連絡していた、気動車列車は、柳瀬線廃止後も米原駅木之本駅間の、区間列車を中心に一部が彦根駅まで運転されていた。一方で、湖北地区は以前は北陸本線がローカル輸送を主にしていないことからバス網が発達していた。国鉄バスが木之本に支障を置き、柳瀬線の列車廃止代替路線などのほか、最盛期は名神、米原や敦賀、近江今津まで路線を持っていた。また、近江鉄道は米原長浜木之本間で20分おきの高頻度運転を行っていた。その後、長浜直流化を契機として、バス網の縮小、撤退が相次ぎ、多くが駅を起点とするコミュニティバスに衣替えされ、残るのみである。一部区間の直流化1974年7月20日に、湖西線が開業し、近江市津駅敦賀駅間で3往復の湖西線直通の普通列車が気動車で運転されるようになったが、本数が少なく、北陸線列車との接続も悪かった。多くの客車普通列車は1985年3月14日の改正で、高直流電車の 475.419 系電車に置き換えられたものの、長らく電化方式の違いにより、高直流電車をローカル用に申請することはできず、北陸線ローカル列車は本数も少なく、東海道線と米原駅で乗り換える必要があり、不便であった。また気動車の彦根駅までの運転は1989年3月11日に、米原駅発着の新快速増発により廃止になった。そこで地域を活性化する手段として、京阪神からの新快速の直通運転を、滋賀県と長浜市が主体で計画し、費用の地元負担により1991年9月14日に、米原駅長浜駅間が直流電化に切り替えられた。これは、酒田駅、田村駅間に設置されていた高直のデッドセクションを長浜駅虎姫駅間に移設し、長浜駅まで直流電車の乗り入れを可能とさせたものである。この結果本数の増発などで観光客の増加、地元人口の増加などの効果を呼び、大きな成果を上げた。この長浜駅までの直流化により、木之本駅までの区間運転も電車に置き換わり、本数も増発された。後に、区間運転の一部は、琵琶湖環状線構想の一環として、近江真津駅まで延長され、湖西線北部区間との直通運転が始まった。さらに、福井県と敦賀市が、観光客誘致を目的に、敦賀駅までの直流化を計画し、2006年9月に、直流へと電化方式が変更され、同年10月21日より京阪神から、新快速が直通し、現在に至っている。敦賀駅までの直流化のもう一つの目的である、琵琶湖環状線構想の実現として、湖西線経由の敦賀駅発着の新快速と、近江市四ツ駅折り返し米原駅経由新快速が、同一ホーム乗り換えで短時間接続となるように、ダイヤ設定された。また1時間あたり1本の新快速以外に、一部時間帯に、米原駅、長浜駅、近江市四ツ駅、敦賀駅間列車が設定されており、湖北地区では一部時間帯を除き1時間あたり2本が、また湖北湖西間も、近江市四ツ駅乗り換えで1時間あたり1本の列車が運行されていたが、2011年3月12日の改正で一部列車が廃止、または臨時列車に変更された。長浜駅以北の各駅で、ホームの整備が行われた。直流用125系電車の増備と、高直流用の新形式車両521系電車申請により、この区間は、京阪神直通の223系とローカル用の両形式で運転されることとなった。なお、JR 加護のこの区間のローカル輸送関連では、地元自治体が、駅舎や、駅前広場整備、あるいは利用促進のための自治体広報 PR や、京阪神からの観光客呼び込み施策などを積極的に行っている。直流化工事も地元負担によるものが大きく、利用促進の一方で、さらなる増発要望を JR 西日本に出している。さらに、同区間では、北陸本線内で完結する列車と、米原駅から、琵琶湖線へ乗り入れる列車との間で、列車番号の奇数、偶数が逆転している。これは、前者が、米原駅起点を基準とした、北陸線の上下方向に、後者が、琵琶湖線の上下方向に、列車番号を合わせているためである。敦賀駅今城駅間の輸送改善栗原駅、伊勢木駅間の輸送改善市振駅、近江駅間の輸送改善親淵。小淵に沿って走るこの区間は、災害多発区間であり、1922年には、親淵駅近江駅間の勝山トンネル付近で90名の死者を出した北陸線列車なだれ直撃事故が発生している。そこで複線化にあたっては、市振駅親淵駅間は、親淵トンネルを含む新線を建設して、旧線をすべて放棄、親淵駅近江駅間は、上り線専用の新興淵トンネルを山側に建設し、旧線を下り線へ転用することで複線化を実施した。うち、線路移設を伴った市振駅親淵駅間については、中間にあった風波信号場を境に、1965年と1966年の2回にわたって複線化を実施した。なお、風波信号場親淵駅間については、後に北陸自動車道の用地として転用された。親淵駅近江駅間については、1965年9月30日に、近江駅から 1.1km 米原よりの勝山トンネル、近江川高校付近に黒岩信号場を新設し、新設と同時に、以東は、線造による複線化を実施、親淵駅、黒岩信号場間については、それと同時に新設した上り線を暫定的に単線で共用した。1966年9月30日に旧線を折り線用としてトンネル間をロックシェッドで強化及び電化することにより再度共用を開始し、複線化を達成した。なお、電化は単線区間が残る1965年9月30日の時点で実施されている。浦本駅、直江津駅間の輸送改善最後まで残った、非電化単線区間を有する本区間では、従来のルートでは、地質学的に今後も地滑りの被害が予想されたこと、海岸資金を走るために、波浪等の影響や、電化設備の塩害も無視できないこと、地形的に狭隘な場所を通っているために複線化の用地を確保するのが非常に困難なことなどから、この区間の線形を山側へ振り、一直線にトンネルで抜ける経路が模索された。その結果、浦本能間を浦本トンネルと、木浦トンネル、能名立間を久引トンネル、名立間有馬川間を名立トンネル、有馬の川谷浜間を長浜トンネル、谷浜、直江妻を湯殿トンネルで短絡するルートが設定された。各駅も移転を余儀なくされ、能駅、名立駅は従来線より山側にトンネル間の明かり区間を用いて設置され、適当な明かり区間のない筒石駅は保安面の管理の役割も兼ねて久引トンネル内へ設置された。また、江津駅は代替駅を設置せず廃止している。久引トンネルをはじめとしたトンネルの工事及び電化複線工事は1966年3月に着工。1969年9月29日に共用を開始し、浦本駅、直江津駅間の新線切り替え区間は、計 2.4km 短縮された。旧線のうち、浦本谷浜間は、新潟県道542号、上越糸魚川自転車道線、谷浜、直江妻は、国道8号拡幅用地として転用された。長浜敦賀間の開業130周年を記念してヘッドマークが付けられた521系。全通前全通以後北陸本線全通100周年記念ステッカー直江津にて第二次大戦後1948年の福井地震で倒壊した福井駅、森田駅間の九頭竜川鉄橋1960年代全線複線電化完成後、北陸本線には優等列車として以下の列車が運転されている。なお、各列車の沿革については以下の列車のリンク先を参照。北陸本線での特急列車は1961年の白鳥が最初でその後発の高直流特急電車により来鳥、白鷺の運転に続き、さらには上野駅発着の電車特急も運転開始した。並行する新幹線がなかったため、大阪、名古屋方面及び新潟、越後湯沢方面への特急列車が多数、運転されていた。1975年3月10日の改正から、大阪駅発着の特急列車は、湖西線を経由するようになり、近畿地方と北陸地方の所要時間短縮が実現した。湖西線では時折、平おろしと呼ばれる強風などで運転見合わせが発生することがあり、この場合は、湖西線経由の特急も米原駅経由で運転される。一方湖西線開業後の東海道新幹線、米原接続のため、特急、下越が新設された。この、下越は2003年10月1日の改正で、白鷺に統合されて、米原、名古屋方面への特急は1時間あたり1本、程度運転されている。一方上越線経由、白鷹と信越本線経由、白山で運転されていた北陸と東京を結ぶ特急列車は上越新幹線、さらには北北線の開業により、越後湯沢までの白鷹として1時間あたり1本運転されていた。このほか、臨時列車ながら、ほぼ定期列車化されたトワイライトエクスプレスがあった。豪華な車内で、マスコミ等にもよく取り上げられ、知名度の高い列車であるが、もともと観光列車でありツアーなどの利用も多く、近畿地方、北陸地方と北海道間の移動が主で、北陸線内のみの移動には適さない。新緑の車体は非常に目立ち、北陸本線の被写体としてよく取り上げられていた。かつては、高山本線経由の列車が、金沢駅と山駅間を走っていた。高山本線の特急、飛騨は、運転開始当初は、金沢駅発着であり、また急行、乗り倉の一部は、金沢からさらに、七尾線へも乗り入れていたが、現在は、高山本線との直通列車はない。また、福井県内の連絡列車として、福井駅発着の小浜線直通の急行、若狭も運転され、小浜線直通の急行としては、山陰本線出雲市駅まで乗り入れていた、朝潮もあったが、これも現在は運転されていない。また、北陸本線全線を通じて運転される、近畿地方と北陸地方、東北地方を結ぶ夜行列車として、2012年3月16日まで、寝台特急、日本海が、青森駅まで毎日運転されていたほか、大阪駅新潟駅間の、北国も貴重な583系電車使用列車として毎日運転されていた。またこの北国は郵便、荷物車の連結があった。客車時代には名古屋と北陸地方の荷物、郵便の受け渡しも担っており、名古屋北陸地方間の深夜帯列車でもあった。電車化後は荷物郵便車は連結されていないが、北国は2012年3月17日のダイヤ改正で定期運転を終了するまで米原駅経由で運転し、名古屋方面との接続を行っていた。一方、東海道新幹線開業後も上越新幹線開業前は東京と北陸地方の移動は直江津駅経由による夜行列車が主であった。東京と北陸地方間の最短経路ながら輸送力に制限のある信越線経由に加え、距離が長くなる上越線経由でも夜行列車が存在していた。以前は北陸本線の全線を運転する客車で編成された長距離普通列車が多かったが、国鉄末期にはほぼ全列車が急行から転用の475系や特急車両改造の419系により電車化された。電車化により、列車の運転区間は徐々に短くなり、区間運転の列車も増加した。2006年10月21日の新快速の敦賀乗り入れ開始で、敦賀駅を境に、2011年3月12日の敦賀駅金沢駅間の新型車両521系への置き換え完了により、金沢駅を境に、運転系統が原則として分断された。敦賀駅を越えて、長浜や湖西線方面と福井方面を直通する列車は、下りは朝の湖西線近江松発福井行き1本、上りは夕方の福井発長浜行き1本のみとなり、金沢駅を越えて、同駅以南と七尾線、富山方面を直通する列車は2014年3月15日に消滅した。特急列車と貨物列車が多数運転されているため、特急列車、貨物列車対比を行うことが多く、接続、通過待ち時間が30分を超える列車もある。また、普通列車同士の接続が40分以上という場合がある。米原駅敦賀駅間おおむね、1時間に1から2本程度設定されている。敦賀駅に近づくほど列車の本数は少なく、日中は基本的に新快速のみ運転されている。新快速、快速北陸本線内では新快速、快速ともに各駅に停車する。新快速の多くは、敦賀駅、近江市四ツ駅、長浜駅から東海道本線、山陽本線を経由して、姫路駅、山陽本線、網干駅、赤穂線播州赤穂駅まで直通運転している。日中の敦賀駅発着の新快速は、湖西線経由で運転されている。他に、山陽本線上郡駅から近江市四ツ駅まで運転される新快速や夜の大阪行きの新快速などがある。日中時間帯は、米原駅近江市四ツ駅間で1時間に1本程度運行されており、朝夕は長浜駅折り返しも運行されている。また、近江市四ツ駅敦賀駅間では、湖西線系統の列車が運転されている。琵琶湖環状線構想の実現として、日中の新快速は、湖西線経由の敦賀駅発着の列車と、近江市四ツ駅折り返しの米原経由の列車同士で、対面乗り換えができるようになっている。快速は朝晩のみ運転されており、近江市四ツ駅敦賀駅間では2006年10月21日から、湖西線系統の快速列車が運転されている。快速。普通前期の新快速、快速を補完する形で朝晩を中心に運行される。全域区間を走る列車のほか、長浜駅、近江市四ツ駅発着の区間列車も設定されている。ただし、近江市四ツ駅敦賀駅間のみを走る普通列車はない。湖西線と直通運転する近江今津駅発着の普通列車があり、多くは敦賀方面との直通である。ただし、近江今津発米原行きの普通列車が朝に1本、長浜発近江今津行きの普通列車が夕方に1本、ある。敦賀発湖西線経由、京都行きの普通列車も、夜19時台に1本ある。また、琵琶湖線と直通運転する、京都発長浜行きの普通列車もある。逆の長浜発京都行きは2014年3月15日の改正で消滅した。北陸本線内では、普通列車として運転されるが、大阪発5時台の快速の一番列車は、米原発7時台の長浜駅として運転され、長浜発7時台の大阪、神戸方面姫路、網干駅は、JR 京都線、JR 神戸線の高槻駅西明石駅間で、快速として運転される。また、大阪発18時台の快速1本が、長浜駅として運行されている。新快速と同じく、米原駅を境に、列車番号が変わる。2011年3月11日までは、朝5時台の長浜発で、京都駅から快速として運転する列車が、設定されていた。敦賀駅金沢駅間普通日中は、敦賀駅福井駅小松駅間で1時間に1本、程度。小松駅金沢駅間で1時間に2本程度が運行されている。敦賀駅金沢駅を直通する列車は少なく、ほとんどの列車が福井駅で乗り換えとなる。朝夕のラッシュ時には、武雄駅、あわら温泉駅、大正寺駅、三河駅、松任駅で折り返す列車も運転されている。2015年3月13日までは、松任駅金沢駅間が、平日 2.5 往復、土曜 1.5 往復、日曜、祝日は片道1本だったが、14日のダイヤ改正で、土曜は1往復、日曜、祝日は2往復増加している。2017年3月4日のダイヤ改正より、一部列車でワンマン運転が実施されている。かつては日中にも武雄駅、あわら温泉駅折り返し系統があったが、2010年3月13日のダイヤ改正で、武雄駅福井駅間の1往復を除いて廃止された。また、越前花堂駅福井駅間では、越美北線の全列車が乗り入れる。かつては、あわら温泉発九頭竜湖行きの普通列車も存在した。快速2018年3月17日現在、朝4時台の福井発敦賀行きで、快速運転を行っている。1982年11月14日まで、急行、葛竜として運転されていた、福井発米原行きの早朝一本が、快速に格下げされ、後に何度か普通列車に格下げされたり快速に格上げされたりしながら、敦賀駅で新快速と連絡する現在の上り快速列車に至っている。しかし、2021年3月13日のダイヤ改正で廃止されたため、これにより前述の湖西線直通の快速を除いて、北陸本線の快速が全廃された。福井駅金沢駅間においても、かつては快速列車や途中駅から快速運転を行う列車が設定されていた。普通列車が客車で運転されていた1960年代に、福井駅富山駅間で471系、電車6両編成による快速、こしじがおおよそ1時間おきに運転されていたことがあったが、後普通列車の電車への置き換えに伴い廃止となった。その後は都市間を移動する旅客の特急列車利用への移行もあって、快速列車の設定は少なく、国鉄時代と JR 時代にそれぞれ快速が設定されては廃止されている。ただし、両者の性格は異なるものであり、国鉄時代は前述の快速、こしじの流れを組むもので、停車駅は、福井駅、春江駅、丸岡駅、あわら温泉駅、大正寺駅、加賀温泉駅、道橋駅、淡津駅、小松駅、寺井駅、三河駅、松任駅、金沢駅と全区間で快速運転されていたのに対し、JR 発足後に設定された快速は、福井駅、小松駅間が各駅停車で、小松駅、金沢駅間は途中三河駅と松任駅に停車する都市近郊型の区間快速的な性質の列車となり、小松駅金沢駅間運転の普通列車とセットで運転されていた。またラッシュ時には、寺井駅や西金沢駅にも一部の快速が停車していた。普通列車の列車番号北陸本線内のみの列車原則として、始発駅によって列車番号が決まる。米原駅敦賀駅間を始発駅とする列車は、下り電車が121、上り電車が120、敦賀駅福井駅間を始発駅とする列車は、下り電車が221、上り電車が220、福井駅金沢駅間を始発駅とする列車は、下り電車が321、上り電車が320から順番に付番され、末尾に M がつく。ただし、大正寺駅、小松駅、三河駅、松任駅と金沢駅間を結ぶ系統は、下り電車が621、上り電車が620から順番に付番されている。特定の曜日のみ運転する電車の一部は9000番台が使われている。他線と直通運転する列車原則として、他線直通の列車は直通先の列車番号に従う。ただし、新快速などはその付番規則に従う。新快速、越美北線からの直通列車と北陸本線内で完結する列車との間で奇数、偶数が逆転している。日本海縦貫線の一部である北陸本線では貨物輸送が盛んである。大半の貨物列車は EF510 系電気機関車が牽引するコンテナ車で編成された高速貨物列車である。南福井駅でコンテナ貨物の取り扱いをしている。貨物支線である、敦賀駅敦賀港駅間では1往復の高速貨物列車が運行されていたが、2009年4月1日から運行休止となった。かつては、多くの駅で小口扱いの貨物を扱っており、またセメントや石油など多くの専用貨物施設も、線内に点在していた。私鉄への直通も多く、武雄駅、福井駅、西金沢駅には貨物取扱駅コードも割り当てられていた。現在は小口扱駅や車線連絡は消滅している。以下の各項目を参照。なお、輝き、白鷹、剣は北陸新幹線の列車名として使われている。北陸本線では全列車が JR 西日本の車両によって運転され、以下の車両が使用されている。優等列車詳細は、各列車記事を山椒普通列車なお、米原駅敦賀駅間の直流電化区間では、223系などの直流専用車両と521系などの高直流用車両との間で、優先座席の位置が逆転している。臨時列車は季節ごとに設定されるため、使用車両、所属は季節によって変更される場合もある。突然設定がなくなり、廃止となる場合もある。プロモーション JR では、沿線地域向けに、普通列車に関しては、乗り放題タイプの特別企画乗車券、北陸お出かけ、パスの発売や快速、ホリデーライナーかな、ザワの運行、特急列車に関しては往復タイプの特別企画乗車券、タウン特急往復切符、金沢富山往復切符、定期券と併用する自由席回数特急券、特楽や特急用定期券、パスカルの発売、途中停車駅の増加と停車間隔の均等化などが実施されている。このほか、プリズム福井のオープンやマリエと山の増改築、金沢100番街トレンド館を全面改装して、リントとしてリニューアルオープンさせるなど、駅ビル及び周辺を開発して、買い物需要の発掘による鉄道利用の増加に努めている。また遠方からの旅行需要を喚起するため、通年で JR 東日本からは往復プラス乗り放題タイプの特別企画乗車券、北陸フリー切符が首都圏エリアの主な駅の緑の窓口及び主な旅行代理店で往復タイプの特別企画乗車券、北陸往復切符が新潟エリアの主な駅の緑の窓口及び主な旅行代理店で JR 東海からは往復タイプの特別企画乗車券、北陸往復割引切符と往復プラス乗り放題タイプの特別企画乗車券、北陸観光フリー切符が名古屋地区及び周辺の主な駅の窓口及び主な旅行代理店で発売されている。他にも半年及び1年おきに見直しがあるものの通年に近い状態で発売されている北陸方面への旅行者向け特別企画乗車券が多数存在する。さらに2004年から JR 東日本と JR 西日本で2006年からは JR 東海も加わって JR 本州3社共同でキャンペーンジャパニーズビューティー北陸を実施している。その後、キャンペーン名称がジャパニーズビューティー北陸キャンペーンに変わり、2010年からはジャパニーズビューティー北陸キャンペーンとなっている。期間中、駅ポスターなどの交通広告を中心に3社共通の宣伝を展開したり、旅行商品ラインナップや期間限定の特別企画乗車券を充実させたり、鉄道利用者用の特典や体験メニューを用意したりして、各方面からの北陸本線の利用促進を図っている。利用状況統計集計当時の路線である、米原駅、直江津駅間では、普通列車の輸送密度は、主要駅ごとに区切ると、愛の風と山鉄道と、越後ときめき。鉄道へ移管された泊駅糸魚川駅間が最も低く、特に富山県と新潟県の県境がある越中、宮崎駅市振駅間の利用者数は1、列車あたり20人程度、1車両あたり7人程度である。2007年11月13日における北陸本線石川県内区間の旅客流動は以下の通りである。ただし、以下の数値には、夜行列車の利用者が含まれていない。2005年11月15日における北陸本線富山県内区間の旅客流動は以下の通りである。ただし、以下の数値には夜行列車の利用者が含まれていない。2012年5月29日には鉄道利用調査が大正寺駅糸魚川駅間で石川県と富山県によって合同実施された。米原駅敦賀駅間敦賀駅、金沢駅間駅の運営形態以下に記述する、駅以外は、簡易委託駅もしくは、無人駅である。新駅設置計画白山市松任北、安田南部地区と地区画整理事業と連携して、松任駅加賀笠間駅間に、西松任駅を設置する計画がある。新駅整備にあたっては、幹線鉄道等活性化事業費補助を活用し、白山市地域公共交通協議会を主体として、国及び地方公共団体の補助金など財源として事業が進められており、2021年4月27日付で、北陸信越運輸局が駅設置を認可、2024年春の開業を見込んでいる。西松任駅は、松任駅から約 1.9km、加賀笠間駅から約 2.5km の北陸新幹線白山総合車両所に近接する位置に建設される。6両編成に対応した約 130m のホームを2面設置する計画であり、利用者数は1日約1870人を見込んでいる。廃止区間経営間区間金沢駅、金沢貨物ターミナル駅東金沢駅、森本駅津幡駅栗原駅伊鶴木駅、福岡駅西高岡駅高岡駅越中、大門駅小杉駅呉羽駅富山駅富山、貨物駅東富山駅、水橋駅滑川駅東滑川駅魚津駅、黒部駅。木地駅西入善駅入善駅白駅、越中宮崎駅市振駅親淵駅、大見駅糸魚川駅梶屋敷駅、浦本駅能駅マイナス東国駅名立駅、有馬川駅谷浜駅、直江津駅新線付け替え区間その他廃止区間2019年に廃止された敦賀港線名称は廃止時点のもの。柳瀬線も参照。内は起点からの営業キロ。廃駅廃止区間にある駅を除く。括弧内は、米原駅起点の営業キロ。第三セクターへの経営移管区間廃止信号場、廃止区間にある信号場を除く。括弧内は、米原駅起点の営業キロ。第三セクターへの経営移管区間第三セクターへの経営移管区間。ありがとうございます。